本日ね、あの、フェブラリースティークスがあったわけでして、まあ僕ね、あの、現地にね、行ってね、え観、ー、戦してきました。で、まあその様子も上がってるのでね、ぜひとも動画見てほしいんですけれども、まあね、レモンポップ優勝、すごいんですけれども、個人的にね、まあ、すごいなと思ったのが、やっぱね、あの、浦和のスピーディーキックが6着にね、粘り込んだことですね。うん。 いやーもうね、あのめちゃくちゃ応援してたんで、僕はね、もう本当、もう5、6年ぐらいね、ずっと地方競馬見ててね、南関東とかよく行ってたんでね、まあ、去年まではね、ずっとミューチャリーを応援してて、悔しい思いをしていた中で、今回のスピーディーキック参戦ということでした。まあ、正直な前評判的には、もちろんね、めちゃくちゃ強い馬であることは確かなんだけれども、 まあ今までフェブラリーステークスにね、まあ、過去参戦した、まあ、地方生え抜きの馬、まあ、ミューチャリー・モジュアナ・フレーバーが直近ですけれども、まあ、この2頭と比べたら、まあ、やや劣るというふうに見られてたと思うんですよ、うん、そんな中ね頑張りましたねまずあの一番びっくりしたのが芝スタートにめちゃくちゃ対応できてましたね、うん それすごかった芝で行き足ついてたし、まあ、モジアナフレイバーとかはねあの芝で行き足つかないとかあったんですけれどもスピーディーキック全然問題なくて、まあ、どちらかといったら芝とかダートとかそういう問題ではなくあの、まあ、中央特有のペースですね、うん、やっぱり道中のペースがやっぱ地方よりもね、まあ、JRA の方がタフなのでちょっとそこでねなかなかちょっと追っつけてもね前についていけずにね、まあ、ずるずる下がっていってしまったということは ありました。うん。うやっぱり最後ね、あの、上がり4位ぐらいの足でね、上がってきているので、まあ、レッドルゼルとかと同じ位置にいたから、コース取りがね、あの、もうちょっとうまくいけてれば、前がちゃんと空いてればね、あのー、3着4着あたりならね、来れたかもしれないなって考えたら、いやもう大した馬ですね、本当に。うん。感動しましたね。うん。 ぜひ来年以降もね、あのフェブラリーステークス参戦してきてほしいなっていうふうに思いましたし、もうこれしばらく、もう地方限定住所とか地方住所だったら、もう安定して軸にできますね、これ。うん。いないでしょう、ボバ含めて。うん。だから頻波だとね、あの、芝に比べてダートの方が、 あの性別の差がね結構出やすいんですけれど、牝馬でねここまで来たの大したもんですよ、本当に。昔、そうだ2018年にララベルもねあの出走してる、牝馬の南関東のララベル、多いのねララベル出走してるんですけど、ララベルはね JBC デイリースクラシック勝ってて、て中で出て、まあでもね2桁着順とかだったんで、スピーディーキック、大したもんですね、本当に。 うん、いや次ねあのなんか、中央の芝か柏記念の2択らしいんで、まあ、芝でも全然可能性はあると思うんですけど、まあ、道中のスピードに、ね、慣れてくれれば、うん、なかなか面白い存在になるんじゃないかなと思ってね、あのー、非常に楽しみになりました、うん、いや何やともあれ、ね、あのスピーディーキックと三河本騎士お疲れ様でしたと、まあ、三河本騎士は、ね、もう4年連続の、えー、フェブラリーテックスということでね、うんなんか まあもったいなかったというか、ちょっとね、最近のミューチアリー元気ないですけども、うん、もうこれね、地方の馬がね、あの活躍してね、フェブラリーステークスとか、チャンピオンズカップ、カジノフォンテンもね、あの出ましたけど、非常に盛り上がるんでね、あの非常に楽しませていただいてありがとうございましたということでした。はい、というわけで、またね、あの競馬の話もどんどんしていくんでね、よろしくお願いします。